はい、速稼塾の久保です。私もね、YouTube 活動を続けてもうだいぶになるんですけども、アンチコメントっていうのが大体ね、似通ってきたんですよね。ということで、YouTube をやってる方でしたら、まあ経験があるだろうなというアンチコメントをちょっとね、いくつか選抜してみました。それに対する私の考え方もちょっとコメントとして残させていただきます。それではね、画面を切り替えますので、こちらの方をご覧ください。まあ題してですね、 YouTube アンチコメントあるあるということで、いかがでしょうか。まず言ってみましょう。最初ね、こうデマを流すなっていうことありますよね。実はね、デマっていうのは、そのデマというネタを創作する方が難しいんですよ。ただね、やっぱりこう、私も勘違いがあります。で、隠居して世間の感覚がわからないからですかね。私はね、心からそうだなと思って信じていても、それを発信すると違うよっていうふうに教えてくれる方がいるんですよ。その違うよって教えてくれるやり方が、デマ流すなっていうようなね、言葉に集約されている方もいるのかなと思います。その辺はですね、一説だということでね、そういう発言をする人もいるかなってことで、情報を受け取った方が自分の選びたいものを選ぶということで、よろしくお願いします。はい、次ですね。これ、無責任な発信を信じて悪影響を受ける人がいるんじゃないですかっていうふうに心配してくださる方がいます。ありがとうございます。まずね、無責任な発信を信じて悪影響を受けた方がいるそうなんですけども、あなたはどうやってそれを確かめたんですかと私聞きたいんですよ。アンケート調査でもしたんでしょうかとかね。他の YouTube の、その視聴者さんが何を考えているかってことがどうしてわかるのかなと思っちゃうんですよ。で、あとはね、このコメントを書いたあなたですよね。あなたから見て誰かが影響を受けちゃったんでしょうかっていうことだったりとか、視聴者さん同士でね、でもね、仮に交流が生まれていたんだったら、それはそれでね、私は何よりだなと思います。まあ、総じてですね、心配していただいて恐縮なんですけども、まあ、私の視聴者さんっていうのはですね、私の発信を何でもかんでも鵜呑みにするみたいなタイプではなくて、自分で判断できると思いますんで、まあ心配してくださらなくてもいいと思いますよ。悪影響を受けていないと思います。まあ、どうしてもね、そうは言っても心配だ、お前の発言は人の、ね、気持ちに影響を与えるんだっていうことがもしあるとしたら、そうですね、試しに明日宇宙人が来るぞって私言ってみましょうか。悪影響を受けてどういうふうな態度を取るのかね、それともまた冗談言ってらみたいな感じで、やっぱりね、冷静に私からの発信を受け止めてくださるのか、ちょっと楽しみにしてるなってところですね。次、動画をいつも見ていますが、バカな情報ばかりですねと。ああ、なるほど。まあ、なんと言いますかね。動画をいつも見てくださってありがとうございます。バカな情報ばかりかもしれません。はい。まあ、ですんでね、なんでいつも見てるんでしょうねっていうところがまず来るんですけども、まあ、YouTube はね、まあ、そういうもんじゃないですかね。ある人から見れば学びになる。人をバカにする前提で見てるとバカな動画に見えるみたいなところではないかなと思います。どうでしょうか。あとね、韓国に帰れ、日本から出ていけとよくわかんないですけどね。私もね、韓国が故郷だったらそうしたいんですけども、残念ながら日本で生まれ日本で育ち、この国から出ることもね、あまりありませんので、このままこの国にいさせていただきます。まあ、でもね、韓国に帰れっていうのは、まあ、韓国の方に言ってくださればいいと思うんですよ。あとね、もしかしてこの韓国に帰れって言葉が出るってことは、韓国の方に対して悪い印象を持ってるのかもしれないですね。まあ、でもね、韓国の人なんですけども、いい韓国人の方とだけ知り合っていれば、多分こんな発言になっていないと思うんですよ。ですんで、こういう発言が出るってことは、この方自身が悪い韓国人との付き合いをやめた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。じゃないですかね。どうなんでしょうね。次。給付金出ないぞ、どうなってるって言われますけども、そうですね、これはね、政府に言ってください。私も、あなたと同じように、どうなっているっていうふうに思ってますよ。仲間ですよ、同じですよ。次。ネットビジネスなんて儲からないぞ、詐欺ばかりだ、ということですね。はい。多分ね、これを言う方も、詐欺にかかってしまったんでしょう。その、あなたのやっている儲からない詐欺のネットビジネスをやめて、一刻も早く儲かるネットビジネスをやった方がいいんじゃないかなと思いますよ。すべてはあなたが何を選んだかなんですよ。ぜひね、沈没しそうな船に乗るんではなくて、目的地まできちんと運んでくれそうな船を見つけていきましょう。はい。結局は最後は金か、信用したのに、って言われますね。ああ、なるほどね。私の動画をたくさん見ていって、たまにセールスが入ってくると、結局金か、みたいに思うんですよね。なるほどね。これはね、
やっぱりね、人を信用していたのに、ね、信用を裏切られたって思うでしょうけども、商売ってね、そもそも信用しなければ、信用されなければですか、成り立たないんですよ。そして結局最後は金か。それはね、正しいです。正解です。例えばね、八百屋さんに行って親父さんと雑談しても、最後はリンゴっていうのはお金で買うことになるでしょ。リンゴ100円だよって言われるでしょ。最後は金なんですよ。まあ、ユニクロに行って従業員さんからいろんなアドバイスいただいて試着もすると思うんですよ。で、最後はレジに行くでしょ。結局は最後は金なんですよ。だからしょうがないですよね。でも立場を変えてみましょうか。多分これを書いてくださったあなた、もう働いていたら、経営者とかね、先輩とか上司がどんなにいい人でも、お客様とどんなにいい思い出ができていても、社会貢献ができていて、いい気持ちになっても、自己成長してね、勉強になったなとかね、いい仕事できたなと思っても、給料日にお金がもらえなかったら、金が入ってませんよ。いつ振り込んでくれるんですか？となるでしょ。あなたも結局は最後は金なんですよ。だから、それを言うなら最後はお金というか、あなたは最初からお金ですねっていうふうになっちゃうんですよね。まあ、様々ね、こういうふうに、なってますね。まあね、しょうがないですね。ということで、YouTube あるあるの一例をちょっとね、お届けしてみましたけども、まだまだね、紹介したいものはありますけども、今日はこの辺にしときましょうか。YouTube を見てるとね、やっぱりこう、いろんなコメントを見ることがあると思いますし、YouTube をやってると、コメントが書かれますよって通知が来るんで、ついつい見ちゃうケースが多いんですよ。その中には、応援してますとか、勉強になりましたみたいな、好意的なものもあれば、もうね、やめてしまえとかね、感情的にこの、殴りかかってくるようなコメントを書いてくださる方もいます。まあ、そういう意味でね、YouTube っていうのは交流が起きていていいんじゃないかなと思いますし、まあ、何もね、私は全て正確な情報100%、10個発信したら10個がその通りですよってことじゃなくて、私自身迷い苦しんでいるっていうところを YouTube を通じてね、拝見というかね、見ていただければと思います。まあ、これからもよろしくお願いします。それでは、いってらっしゃい。